ニュースによると、日本から搬入された仏像を元の所有者と推定されているチュンナムソサンプソクサに返さなければならないという判決にもかかわらず、その仏像は当分の間プソクサに引き渡されない見込みである。裁判所が判決直後、検察が提起した強制執行停止申請を容認したからである。2月1日テジョン高等検察庁などによると、1月26日宣告直後に控訴して強制執行停止申請も同時に出した。一審の判決をした裁判所と別の裁判所は、旧正月の連休直後の1月31日、検察の申請を容認した後、決定内容を検察に通報した。検察は、判決が確定される前に先に引き渡されれば仏像毀損などが懸念される、とし、後ほど控訴審や最高裁判所で判決が反転した場合、仏像を返さなかったりまたは隠されてしまうと回収が難しいという判断に基づき、複数の副作用を懸念し措置したもの、と説明した。略奪された文化財を再取得して元の場所に戻しなさいとしたのだが、そんなに誤ったことなのか？これが国か。600年前に移されたのだが、略奪されたのとどう違うのか。略奪されたという証拠はない。証拠とされるものは火で焼かれてしまったという理由だとしている。古代にはあらゆるものを木で作って燃える可能性がある。それでは木製の仏像や遺跡に焼け跡があれば全て略奪品なのか。仏像には系図のように制作者と日付、場所を記録した文書を同封する。12年に来た3つのうち1つはなくて日本に戻ったし、この仏像には文書があった。確認の結果、記録されるべき以前の記録がなく、略奪されたものと確実に証明されたものである。知ってから騒げ。日本の寺が直接弁護士を雇って訴訟すべきだ。なぜ私たち検察が日本の弁護士の役割をしているのか。朝鮮総督府がまだ生きているのね。頭がおかしくなる役割である。その仏像は高麗にはわずか数十年間あっただけで、日本の対馬には700年余りの間仏像として使われた。仏像の歴史がこの程度なら事実上対馬の仏像である。これをもってプソクサが対馬の寺に対して略奪、明確な証拠もないが、の損害賠償を求めるなら、同じ論理で韓国もモンゴル侵入による損害賠償をモンゴルに請求しなければならない。ヨーロッパでは絶え間ない戦争で相手の遺跡、遺物を取り、自分たちの建築物に使用された場合は非常に多い。しかしヨーロッパではそれも歴史の一つとして認識して受け入れるのに、韓国は劣等感のためにそれが不可である。間違っていますね。略奪文化財の場合、欧州側が主張する返却理由は、その国が返却時に保存能力が足りなくて毀損の恐れがあるということです。これも無理な主張ではあるが、略奪を一つの歴史に認めてはいない。そしてこの国の遺産ではないので、その遺物の観覧費は無料に策定するなどの政策を広げ、他国の文化財であることを説明している。本人だけでの誤った情報や劣等感を他人に伝達しようとせず、正しい情報を見つけてください。13世紀にモンゴルが燃やした気流寺の損害賠償も請求し、7世紀に中国の唐が燃やした百済宮殿への損害賠償も請求し、紀元前2世紀に中国漢が滅亡させた古朝鮮の宮殿の損害賠償も請求しましょう。我々は全ての歴史をひっくり返しましょう。私たちは善良な被害者であるため、正義は必ず私たちの方にあります。あれを擁護する人はすぐにイギリス大英博物館にある朝鮮白磁を盗んで韓国に持ち込んでこい。笑い、国際社会でどのような非難を受けるのか。これが何と同じかというと、エジプト窃盗犯がルーブル美術館にあるエジプトの遺物を盗み出してエジプトに搬入したが、エジプト捜査当局は彼らを検挙して裁いて該当遺物をルーブル美術館に返さずエジプト博物館に所有権を認めたことと同じである。常識的な人間ならこれがナンセンスだということがわかるだろう。問題は朝鮮には常識的な人間があまりいないということと関わっている。地球上には日本政府が2つあります。そのうちの1つは私たちの税金を使って運営されていますね。理解ができない。法的には正しいが、私たちの民族と道徳的なことを考えるとプソクサに渡すべきだ。はあ、すでにお前が答えたよ。笑い、勘違いしているようだが、韓国は法治主義の上に建てられた国家である。国際法によると日本が正しい。韓国だけ国際法を認めない国だ。中国が明時代に東南アジア海域が自分たちの領海だったとして、今南シナ海が自分たちのものだと言い張るのと韓国がしている行動と何が違うのか。過去は過去、現在は現在だろう。
韓国人は国際法も自分たちの口に合わなければ無視してしまって、笑い、そうしておいて何が法治国家？国際法も無視する法治国家？ギャグなのか？編集所感。韓国政府が控訴するかどうかが注目されていたが、判決を不服として控訴したようだ。政府としては正しい解決方法ではないと考えたのか、寺が個別に管理することを良しとしなかったのか、真意はちょっとわからない。ともあれ日本側にとっては強奪された仏像が稚拙とも思える判決で韓国の寺に渡らなかったことにひとまず胸をなで下ろしたことだろう。いずれにせよこの件は最高裁まで行くことになるだろう。韓国の寺側も妥協案では納得せずに自らの独占的所有権を主張し続けるものと思われる。私はこうした仏教の寺同士であれば何かしら解決策を見出せるものかと思ったが、強奪されたものをまんまと受け取るというのも道徳的にどうなのかと思う。これを許せば仮に韓国側の寺に渡っても、日本側が奪還作戦を行って強奪されれば手放すしかないという話にもなりかねない。寺と寺との間で無駄な憎しみを生み出すのが仏教の教えなのか？お粗末極まりない。うまく話し合いができればレプリカを2つ作ってそれぞれの寺に置き、本物はきちんとした場所に保管されるとかできたと思うのだが、そうした考えすらも出てこないものなのだろうか。いずれにせよ高裁、最高裁と審理が行われることになるだろう。韓国の司法はこれまでの判決を見ると公平、公正でない気もするが、今の段階ではこのゴミ司法に期待するほかないという。韓国の司法がこれまでも国民情緒のようなものに大きく左右されてきたわけであり、今慰安婦合意や少女像問題などで日韓関係が悪化している中で、正しい判断がとてもではないができなさそうだ。日本はちょっと最悪の事態に備えて自治体なり国なりで次の一手を準備しておいてほしいものだ。できればやりたくないが、最悪の場合は国際問題化して戦うべきである。しかしながら韓国の寺が頑なになってしまえば日本側も態度を硬化させてしまうことになるだろう。これってまさに今の日韓関係と同じである。双方にとって何の利益も生み出さず、ひたすら憎しみの連鎖を作り続けるだけだ。反日教育を未だに行っている韓国としてはそれで良いのかもしれないが。チャンネルの登録をお願いいたします。パソコンの方は画面中央のボタンをクリック。スマートフォンの方は画面外のリンクから登録が可能です。またよろしく。